チセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。ソイツセブンカップ第41回大会の出場者はきなこ、ジマーケイ、シルビー、ゼットン大きい、夏美、平沢ゆき、ミネッチ、そして第40回大会の覇者、ディフェンディングチャンピオン、あなたのチェロス。以上8名の精鋭が真剣バトルを繰り広げた本トーナメント。激戦を勝ち抜き、栄えある決勝の舞台へと駒を進めたのはセンハメコ、ジマーケイ、初代衛星チャンピオン、ゼットン大きい。はい、おはようございます。パチンコ必勝ガイドライダーのジマーケイでございます。さあ、決勝戦やってまいりましたよ。2回目なんですけども、いまだに優勝経験ゼロ。この優勝は私の悲願でございますが、そんな中でお相手がなんとゼットン大木さんと、まあ、あのガイドの大先輩なんですけども、まあ、立ち回り経験迫力、まあ、特に迫力のところ、あの全てにおいて何も勝てるところがないと本当こんなところでちょっとなんかラスボス感がすごい方が出てきてしまったなと思ってるんですけども、まあ、すごい男気ある方なんで、ちょっと手加減してくださるんじゃないかなっていうところでまああのくださればいいなっていう感じで、とにかくですね、私はここでなんとか優勝つかみたいと思います。では字幕け行ってまいります。応援よろしくお願いします。ルパンと大木は女に甘い。おはようございます。ルパンじゃない方です。決勝戦久しぶりですかね。で、まあ、あの本当にね、今回あのきなこちゃん、ゆきちゃん を倒してというかね、まあ、一応勝って勝ち上がってここに来たんですけど、大体ね本当に僕はあの女性と対戦すると負けてるんですよ。今日の決勝戦も、自負け、ガイドのハメコですね。最近まあ全然ハマってないんで、まあ、あの実践中ハメコっていうとあれもあの、ね、あのネタですから、完全にちゃんと当たりを今日も取ってくると思います。そしてパチンコもしっかり打てる女性だと思ってますんで、上等、しっかり当たりもね、こっちも当たりを取ってバンバン決勝戦らしく、当たりの叩き合いにしたいと思います。では行ってまいります。かわいいふりし。今回戦いの舞台となるのは東京都江戸川区の将軍葛西店。東京メトロ東西線葛西駅東口より徒歩1分のところにあります。パチンコの設置台数は272台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、一パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。ソイツセブンカップ決勝戦キックオフ。よし、おはようございます。さあ、頂上決戦ですよ。ついに来ましたよ、決勝戦。何で行くかなんですけども、やっぱりね、いや私ハメ子じゃないですか。ライトミドル、もう本当にもう本気なんで、もうあのエンターテインメントとかそういうなんかハマりをお見せするとかもそういうこと考えてないんで、まあとりあえずのシンフォギアで。おっ、おはようございます。さあ決勝ね。朝一からなんだか疲れた様子のゼットン、大丈夫でしょうか。まずは初代北斗無双からチェック。老眼じゃないけどさ、スマホをやっぱこうやって近くで見るじゃん、どんどん目が悪くなってさ。いやマジマジで、ラガンでも見えるっちゃ見えるんだけどね。あ、ブラックもいいな。もうかなりシンフォギア大好きで、久しぶりなんでちょっと打ちたいところではあるんですけど、まあブラックっていう選択肢もあるのかもしんないですね。まあいいや大木さんのバッグが隣の台にあるんですけど怖いんですけど、シンフォギアです。いやいやいや、まさかの隣にいるわこの野郎。いやいやいや、OK
けじゃ私が先に来たんです。これあとちなみにすごい気になるんですけど、大木さんなんで足に重りついてるんですか。え、罪人だからだよ。罪人何があったと。え、はい、それでは私1代目はシンフォギアの2でございます。まあ好きな代なんですけども、とにかくちょっとあのミドル騎士とディスタンス取らせていただいて、あの私はライトを打たせていただきます。まああの私のねパチンコ人生の全てをかけてこのあの優勝を取りに行きますんで、どうか応援してください。それでは行ってきます。当たるといいね。1代目、無双ですね。で一応あのスルー通過の後があるんで、多分あの前日の回転数が残ってると思うんですけど、前日が20連した後に多分100回ぐらいしか回ってないと思うんで、まあ投げるとしたら早めに、うん、あの見切ろうと思います。ただちょっと丁寧に打って周りを確かめていこうと思います。さあそんなわけでサイトセブンカップ第41回大会の決勝戦、まずは両者横並び、シンフォギア 2VS 無双3のバトルで幕を開けました。ジュラッキーがロ見たくださいあれ 61.5% あれ、え、ちょっと待ってくださいよ、大木さん、そういうなんか朝一ポロッと当たるみたいなのやめてください。ジュラが止まるよ。だからこれいつもだったら稼いんですけど止まるってことですもんね。で誰が選ばれるか、それはもちろんジュラです。ジュラでおい、え、大丈夫、あちあちです、大木さん、ミドル騎士10回転で当てるとかやめてくださいね、本当に。ちょっとエイリアンやる気出しちゃってるじゃないですか。おい、当たった。やだ、奥さん、手加減してくださいって言ったのに。いや、俺は手加減してるけど、ジューザーが頑張るんだもん。雲に言って、雲に。ゼットン、早くも先制のゴール、10回転かな。大木さん、ガイドでは絶不調だったのに、なんで急にこんな、え、なんか入りそうですよね、この流れ。いや、問題は6分の1が引けるかどうかだから。いや、なんかこの流れなら入りそうですよね。俺、一回も引いたことないのいや、そんなことないでしょ。いや、ほんと、12.5% 直は3回あるんだけど、それしか入ってことない。じゃあ、今日入りますよ、なんか、多分。ありがとうございます。じゃあ、その言葉を信じよう。はい、さあ、ゼットン。厳冬決戦を制しラッシュ突入を果たすことができるでしょうか。確率はおよそ 50% です。これレイ選ぶんだ。微妙、あ、微妙なやつか、まあ、チャンスアップなければ厳しい。半額しないと基本的に弱なんですよね、多分そうだと思ってる。ボタンもデフォでしょ。いや、さすがにこれは厳しそうですよ。その後もチャンスアップはないまま、あっという間にファイナルバトル。ガチでもこの1回転で6分の1引いてないと無理っていうことで、まあダメだな。ハルコか、これは厳しいか。反撃してくんないともうこのタイミング落ちてくりゃいいんだよ。まあダメだ、これ弱な、これ食らうと弱なんで、もうこれないですね、セーフ。いやー、しょうがない、また入らんか。あれ、あーあー、これはない。ここで流星が切らんみたいな、そんなすごいことは起きやん。よし、やめます。大木さん、手加減ありがとうございます。はいよ、よかったああ苦手苦手、本当に大きさの手加減があったわ。さあ380個やめましょう。即決でライドのゼットン、やってきたのはオーミフォーブラックの島。ああ、319を 10回転で引いたのにもかかわらずもらったご褒美が390個380個ですよ。これが今のパチンコですやれやれよ、本当に。まあいい、めげずにしましょう。とりあえずノーボールが避けたとね、前向きに捉えましょう。
はい、もちろん今3秒80個ですね。これで打っていこうと思います。はい、それでは2台目も戦機絶唱シンフォギアでございます。こっちの台が、まあ、1台目もボーダーは超えてたんで、こっちの台が回らなければ、まあ、即戻ります。まあ、ただこれ7番台なんで、こっちが同じ回りになったらこっち打ちますね。やっぱなんか7番台とかなんか縁起いいじゃないですか。まあ1000円18回だったんですけど、まだわからないですけど、打ってみた感じが元の台の方が良さそうでした。なので戻ります。店員さんごめんなさい、消毒消毒ばっかりさせて。じゃあしばらくこの台と戯れます。ボーダー超えてれば今日の状況なら全然いいと思います。まあ、あの無双3大木さん捨てられてるってことはそんなに回るってことじゃないと思いますんで、まあ、U タイムとかも見て普通にそれで判断されてやめられてると思うんで。さて、すでに持ち玉を飲まれ追加投資中のゼットンですが、なすいません、すいませんって俺は悪くないよね。ゴール、まあ、これが海のいいところでもありますかね。追加投資2500円です、出玉と。大体だからまあ4000分の持ち玉、あの約1000個の仕込みかする前に当たって93ですね。悪くない。これまた早い段階で大当たりのゼットン、しかもおつおつラウンド中に確変昇格です。いやー、あれ素晴らしいじゃない。さあ ST50 回転プラス時短50回転のスーパーチャンスに突入。継続率はおよそ 72%、 大連ちゃんも夢ではありません。あ、ナイス、いい視点力、これはでかい。はいよ、分かってるよね。さすがに、さすがにでしょ。はい、おい、そらそうでしょ。はい、嘘でしょ、戻れって。おい、この野郎やってくれるぜ、もうマジか。ビッグチャンスを逃してしまったゼットン、ならばと50回転の時短中に引き戻しを狙いますが、はい、終わりです。山田さん出すかよ、痛恨のスーパーチャンス即抜けです。実戦スタートから1時間が経過しました。引き続き近江フォーブラックで追加点を狙うゼットン。頼むぞ本当に。はい、じゃあ、そうだ、1の方がいいんや、1の方が、頼む。よし、ゴール、使い金だから1006252500分のしか。時短後63回転、持ち玉が飲まれる寸前に大当たりです。さあこっから3度目の正直。まあ、島が打ってるあのシンフォギア風に言うと手加減なしだぜってやつですね。僕はそれでいきましょう。まあさっきもしてないんだけどな。でもマジでタンタンはなしよ、2回連続 ST 引っといて。さあここからは一切手加減なし、本気モードの初代衛星チャンピオンでしたが、マジでこれ本当に本当に耐えるな。再びやらかしてしまいました。これで本日3連単です。さあゼットンが足踏みしているうちに反撃に出たい自慢ですが、手紙からの黒です。で点滅は普通、まあこの黒い感じのやつ 25%、 もう手紙も変動開始時割れよ、割れた、よし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 、これで5割以上です。
なかなかね、割れた抜けた違う読んだ合ってるしかも絶唱ゾーン入ってる、あ、絶唱ゾーン入ってる、あ、じゃあ4割のやつも取る、いやこれ熱いわ、あれこれどうなるんだっけ、これ何でしたっけ、結構熱いやつだった気がするよ、ああはい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 、よしよし行こう、あこれは疑似連で止まりそうな、うんそうだよね、いやこれ当たる流れのやつ、うん、シンフォギアだ、うん、熱い、これはね当たる王道の流れの、あここは金が良かったけど、まあまあ、あれなんか、あ、大木さん当たりそうなんです今、あ、私あのオレンジジュースが好きで、ありがとうございます、ちょっと当たりそうなんですよ大木さん、じゃあ さ、はい、こっから当たるってことはさ、手加減 しないってことでしょ、はい、あ手加減お願いします、どのキャラか知らんけど手加減なしだぜって言ってよ、え手加減なしだぜ、あ手加減なしだぜ、当たりそうじゃん本当に、本当に当たりそうなんですよ、ふざけんなよ、タイミング最悪だな、はい、あすごい当たりそうで、6人、響きだけじゃないやつ、あ響きね、これ歌い切りで大当たり濃厚ですけど、いやそんなことないよ、歌い切るわけないじゃん、でも6人の方が良かったですね、やっぱ大木さんが勝利を呼び込んでくれるって、はい3点ドカーン、はい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 、これは当たるぞ当たるよ、本当に当たるぞこれは、はい6人じゃない、よっしゃ、ね、こっからは殴り合いだ、この歌はまああのこの拳がの方が良かったですけど、ジマーケー当然のように大当たりをゲットです、やりました、ジマーケー初当たりを飛びました、ゴール、ね、初当たり飛びまして、総投資12,500円、この台11,500円です、でこっから 50% に挑みます、まあ 51% なんですけど、ここで最終決戦入れられれば 82% 継続です、絶勝絶勝絶勝、今はい行きます絶勝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 、ほんとほんと絶勝来い、絶勝響きがいるよ、ここで響きは熱いんじゃない、入った時点での響きは熱いよ、でちょっとあの飛ばさなくてもいいんですけど、聴覚演出みたいんで今は飛ばしていたださせていただきます、興奮して噛みまくりてか全部他も翼すんじゃん、それって結構熱いと思うわ、クリスいないもんね、昇格しない、これの響きが赤字だったらほぼもらいですね、でテンパイ図柄4、偶数より奇数が良かったです、菊貝先森の歌を消去をこぼすな、普通ですね、ここであの色付きのねあれが出てほしいですよね、あ来ないんだ、ここ色付きだったらめっちゃ使った、じゃあブルッテ、ブルッテの3点牌とか7点なら大当たりの子です、ブルッブルッ、あーブルらないな、ここよここ、あ6点か、6点、さあここ赤赤、ここ赤だったらめっちゃ熱い、あー4割頼む、いやーダメなのか、あー響きで大当たりを仕留められなかった島、その後は一つのチャンスアップもなく、50%勝てず、思い上がるなって言われました、壁が高いです、いや、自分は諦めませんよ、まだまだまだこっからよ、不祥不祥ながらって言われたけど、これからはい、これからね、ちょっとうわー悔しい、これは悔しいけど490玉、
実戦スタートから2時間が経過しました。すでに2度目の追加投資中とこちらも苦戦しているゼットンですが、たまには魚群が、たまには魚群が見たいぞ本当に。言うてみるもんや。呼んでいい。だー。この方がいいのや。よし。ゴール。290回転。まあ実質弱さ残したの4500円の打ち込みで。4500円の仕込み113とかかな、はい、さあゼットン、今度という今度はスーパーチャンス即抜けは許されません。悪い流れを変えるワンゴールを奪うことができるでしょうか。出せるな本当に。3連続チャンスが3連、分かってるよね、やることやること分かってるでしょ本当に。どちらせん頼むぞ、分かってるよな。嘘やろもうこの台もつらもう、もう帰りたい。またしても ST 中にゴールならず、時短に突入したゼットン。長かった。77回で7ゾロです。7の方でしょ。6の方かい。まあいいや。ゴール。4ラウンド大当たりではありますが、どうにかこうにか本日初の連チャンを勝ち取ったゼットン。これで流れが変わるかと思いきや、またまた ST をスルーし時短に突入。まあそりゃそうよね、そんなポコポコ時短じゃ引けないもん。メインはやっぱ ST 集だもん。もうつらい本当にこの台。終わってしまいました。はい、手みたいな4ラウンドのおまけをいただいておりす。かわいい。みんなありがとう。実戦スタートから2時間半が経過しました。現在劣勢の自慢、こちらもすでに追加投資中ですが、そんなこんなでですね、残念ながら3枚目を投入する時になってしまったようです。そこまでのおはめじゃないんですけど、このままだと前半戦完走できませんね。それはちょっとな、逆転のチャンスはまだあるし、5万円上限の半分は使い切ってないですが、このね3人目でちょっと何か起こさないといけないですね。まあ割と回るチンホギア打てて私は幸せなんですけども。さあジマーが迷走しているうちにリードを広げておきたいゼットンは、ありますね。こちらです。これがある、これがあるということが言ってます。これがある。こちらにないんかい。うわあ、違うのがあった。違うのがあった。頼むぞ。マジで。まあ2回、ゼロじゃないけど、ここでビッグバイブはないんで、頼む。すぐクレゲーなし。これなんだよもう。持ってやそばれてるわ。はい、はい、1120個か、まあ、4500円弱ですね。約4500円分のグラマーが飲まれました。200、はい来た、チャンス目2連からの212回転目の出来事、頼むぞ、行けよ。はい、
さっきも言いましたけど、ここでのビッグファイブは多分ほとんど出ないから、もう一発魚群でやってほしい。はいはい。いやだから、あそこで暗いかね、ビッグファイブ出てるのはなかなかないんで、キュイン。お前ふざけろよ。おい、2連続曲がはずれ、マジでか。これ結局飲まれました。なんじゃそりゃ、215回転ですね。これなんなぁ、もうしょうがないです。続行しましょう。はい、私にはその500円で奇跡を見せるってことはできなかったんですけども、ただ今前半戦の規定の2万5000使ってしまいまして、まあこれからっていうとこなんですけど、このままだと決勝戦がちょっとね、申し訳ない感じに、まあ、私もパチンコ人生かけてここに来てますんで、後半こそ何かお見せして、強敵のね、最大の壁であるネットホークさん倒して、なんとか優勝したいと思います。ぜひ続き回もね、懲りずに見ていただければと思います。というわけで前半戦終了です。ありがとうございます。はい、実戦が開始して3時間ですね。ここでなんか相手方が多分2-5ですね、投資の半分使い切ったっぽいですということで、強制実戦終了というか前半戦終了となりました。まあだから現時点はリードしてという、自分が今ちょうど急戦入れたとこなんで、まあ、大した差ではないです。だから向こうが連でポンポンってやってくるのは連の勝負なんで、まあ199出し当たらないってことはさせないと思いますね、向こうも。まあ本当にこっちもね、迎撃できるように後半、ちょっと前半じゃない、前半ためた分については変ですけどね、後半しっかり連チャンさせて迎撃したいと思います。お疲れ様でした。実戦スタートから3時間、ジマーが軍資金の半分を使い切り前半戦終了。リードするゼットンもすでに3度目の追加投資中と大苦戦、低レベルな決勝戦となっています。はいはい、ここなしか早めのハーフタイムということで、当たりません、奥さん当たらないんです。いやいや、それでこそハメ、しかもあれです、回転数的にはあんまりハマってないっていうネタもないやつ。なんだそれ、ハマってないのかよ。もしよ困りました、本当何も起こってないです。ぶっちゃけた話をしていいですか。はい、ですね、2島ぐらい離れてるんだけど、はい、あなたが打ってる場合は青みたいな音が大きいから聞こえてくるんだわ、はい、パパ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 ってな。あ、当たった。いや、当たってないんですよ、しかも絶唱もしてない、歌ってもないんで。本当でも1回当たった、はい、1回だけ当たって、それは響きが出てきたのに入りもせず、みたいな感じでね、全然ダメな感じでね、その後は本当に当たってないです。声も来てない、絶唱も来てない、レバーもぶらない。はい、やばい。その渋谷期待じゃないんだからさ、ないないないよ、祝ってもらっても困るんだよ。どうした、私ありますよ、本当にね、はい、あざたいっぱい取ってます。最後の最後、魚群2回外してますからね。大丈夫です、奥さん。最近の魚群当たんないですか。ドロ。いやいや、俺もそう思ってるけど、はい、魚群で当たらんかったらなんで当たるんや、あの台だって話になるじゃん。まあまあ、そうなんですよね。確かに、確かに。ということで、はい、私もしっかりマイナスです。あ、そうなんですね。差で言ったら5000発ぐらいだと思うから。あー、なるほど。まあ、入ってしまえば、新ホギアなんかって GX 感覚性だけど、そうなんでしょう。はい、82% のやつはあるっちゃあるんですけど、ただちょっと当たる気配がないっていう。どちらですか。やめしまえ、パチンコライダーなんか。オッケーだ。後輩が頑張ってます。教えてください。何かこうしたらいいんじゃないかっていう、なんか。天井ゴールで打ち合いでしょ。間に合わないと思うけど。間に合わないじゃないですか。間に合わないからあれ打ちますよ、じゃあ。次回のサイトセブンカップは決勝戦。ジマー系 VS ゼットン大木の後半戦、必勝ガイドのセンハメこと、ご存知初代衛星チャンピオン、頂上決戦、衝撃の結末をドンメセッジ。サイチセブンカップ決勝戦後半戦キックオフ。はい、それでは後半戦でございます。泣いても笑ってもこの後半戦で優勝が決まるということで、まあ、私ちょっと前半戦がね本当にやれなくて、ちょっとお恥ずかしいところを見せてしまいまして、今ちょっと劣勢です。ただ大木さんもあんまり調子が良くないということで、まだ勝てるチャンスはあるんじゃないかと、全力でパチンコ人生をかけてぶつかっていきたいと思います。初優勝の悲願達成したいと思います。それでは行ってきます、頑張ります。はい、後半戦、一応ね7500個と思ったら全然違いましたね。向こうが6250個のマイナスなんで、ぴったし4000発 の差です。実際合ってないようなもんなんで、まあ海の速さを生かしてガスガス回して、先にこっちが次なるゴールを決めて、そして次こそ連を伸ばしたいと思います。はい、
次は打っていこう。さあ7回目の出場で悲願の初優勝を狙う島、後半戦幸先の良いスタートを切りたいところですが、響きランプが手紙ホールで響きランプが、でも歩ゼロ、何か他のものください。赤が良かったな、響きランプ戻らないね。で変動開始に向けないね。あー動いた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 、今レバブルです。千葉系スロースターターここで来るか。あ、バッケン、バッケン来そう。いや、あの絶対レバブル来たんでバッケンしないってことはないです。大チャンス、バッケンモード、これ4割ですね。ではここで多分連続はしてくれる。中身何かな。いやこれ大チャンスよ。まあ、てかね、レバブルしてるのがすごい熱い。私たちは一人じゃないんだ。あ、ここで終わったら、ここで終わると熱い。あ、行っちゃうね、まっすぐに。じゃあまっすぐにまでか。あー、あーでも攻めてきましたね。これはね、当たる流れよ。せー、響き以外で、バッケンですね。かっこいい。頼む。あ、これ何枚あったかな。あー、でテロップが赤にならない。赤になった方が良かったです。初優勝したいよ。あ、いける臭いな。ミサイルを投げた。頼む。マジか、今のはいけたでしょ。いや心が折れる。これ久しぶりのこれで、これは心が折れるわ。うーわ、ちょっと休憩で疲れました。休憩はしないけど、今のは当たってもよかったよ。あ、でも新ホギあるあるですよね。うん、しょうがない。さて一方、こちらは前人未到7回目の優勝を目指し前半戦をリードして折り返したゼットンですが、チャンス目好きやな。てかまあチャンス目ぐらいしかやることないからね、この大会。そして俺はもっとやることがない、マジで。豪華ゴージャスファビラス。後半戦スタートから30分が経過しました。確かにユージ。あ、バッケン、これでバッケン、手紙がバッケンだったんですけど、すごい弱かったよ。でもあのバッケン出たんでバッケンします。4割。お詫び、さっきのお詫び、お詫び来る、お詫び来る。そうですよ、私。あーでしょ、はいはい。で響きが小さかった時に6人いない。響き1人歌い切ってくれませんか。まあ、これはあの70億の対応なんで、あ、歌い切りはしないですね。当たってくれ、お詫び、お詫び来い。そうです、さあ当たろう。もう嫌い、新ホギは嘘、嘘響き、嘘だよ。あのあれ、とりあえずあの急、あ、撫でたから。響き撫でたからかな。
私は嬉しい復活の大当たりで後半戦先制のゴール。はい、いただきました。403回転かな。まあ2倍ハマりですね。私の中ではハマりではありません。そして佐藤氏が3万円ぴったり玉ありました。これで今日2回目の突入チャレンジになります。突入率は 50% ですので、ここで決めてやります。時短プラス残り保有5回転以内 7.6分の1、ここを狙え。この瞬間だよ。今よしよしよし、いけ、響き絶唱でもいい。響き、あー出てこないな。あーちょっと飛ばさなくてもいいんですけど、ちょっと飛ばしますね。昇格してくれることを願いたいんで。あーマジか、一個もしないか。いやーこれは弱いな。でも諦めないで6点、奇数転廃が良かったです。手加減なしだぜ。赤、勝機をこぼすな、つかみ取れ。でもね、こういうパターンからね、私何回最終決戦1回転目であっさりサクッとゴール。これは嬉しい。ちょっと無理だと思った。赤だ。なんかだって今の当たる流れじゃなかったじゃん。あ、10ラウンドだし、見ちゃいました嬉しいよ。まあ赤だったしね。10ラウンド大当たりでシンフォギアチャンス突入を決めた島。さあここから追い上げ開始です。さて一方、現在リードしているゼットンですが、これでうかうかしている場合ではなくなりました。大きなハマりだけは避けたいところ。違うか。ああそうか、合ってたか。よかった。おい、後半始まって8000円ですね。追加8000円、総投資が1万7000円です。これで4回目の採点で全部 SC です。ゴール。時短後346回転と若干苦労の末に後半戦最初の大当たりです。さあそのゼットンを追いかける島、ここで可能な限り差を詰めておきたいところですが。頼む。あー2連つらい。なんか今のバッケンで心が折れて、そっからの2連でしょ。それはつらいわ。助けてくれない？無理？あー無理だ。まさかの即抜けです。ちょっと頭抱えますねこれはね。なんだろう、なんか自分の持って一回は持ってた気がするんですけど、すごい心的にすごいなんかもてあそばれた感がすごい連チャンだったって感じ。メンパードないや。1600か。昇進の島、ここでライバルの様子を伺いに。当たってるし。大木さん 82% 2連でした。島は持ってないかもしれません。どうしたらいいですかね。ただ傷ついただけの連チャンでした。じゃあしょうがない、必勝法教えてあげようか。はい、必勝法じゃあ特別に敵に塩を送ろう。はい、外に出て、はい、スクワット30回してからホールに入りなさい。行ってきます。やっぱ先輩のねからお塩をいただいたら やるしかないんで。でも30回多くないですか。じゃあ28回でいいよ。いや全然減ってないわ。年の数だけしてこう。年の数だけ。年の数だともうちょっと増えちゃいますやめてください本当に
ド M の自慢は大先輩ゼットンの指示に従いボールの外へ。いいち、何にこの字さあ、え、あ違う、こうか、こうか、え、これで合ってます、え、こう、こう、え、はあ、じ、え、九、え、十、え、え、二十四、え、二十八、え、え、三十、え、当たりますこれ、当たる本当に。さてそんな中、スーパーチャンス中のゼットンは最後に最後のスルーは変わるんだ、楽しい連チャンが最後スルーが変わったら今日ダメになるから、よしよし、いや枯れそうやん、もう枯れそうやって、よしよし、もう一個抜けろ、もう振られるってもう危ない危ない、最後の最後に、最後の最後に、あーまあいいや、あー見てください、もうがっくし、最後の最後にスルーが変えてしまった、まあでもいい、そこまでね、もうここが見えるような感じじゃないし、ディゲンなんでいいです。なんだかご機嫌な感じですが、何連チャンしたのでしょうか。さあ、8連ですね、途中も言いましたけど、8連のうち16が4発なんで、まあまあな出玉、8900ぐらいかな、8977、はい、9000弱の出玉いただきました。いやー前半の苦労はこれで報われましたね、よかったです。はい、今は状況確認したんですけど、まあちょっと大きさもちょうどね休憩から出たんであれだったんですけど、まあ満発ぐらい差がついてると、まあ準決勝の時と同じでかなり劣勢だということでですね、ライトミドル諦めます、まあ、最後の最後まで諦めず戦いたいと思うので、まあ、残り2時間2時間以上あるんですけども、ここで、まあ、夕方を迎える前に大木さんが朝一10回転立てた無双3に移動しようかなと、まあ、他の方が少し回されてるんですけど、まあ、隣の台なんですけど、こちらでね最後悔いのないようにね食らいつきたいと思います、まあ、何が起こるかわからないのがサイト7カップなんで、私はここから跳ね返せる可能性も2時間30分ぐらいあれば全然ありえると思うんで、ここで決意を新たに移動したいと思います。まあ4枚目を入れるとこからスタートですけどね、はい、だいぶ苦しい状況となったジマーですが、まだまだ諦めてはいません。初代北斗無双で大逆転勝利を飾った準決勝の再現なるでしょうか。諦めろ、挑戦を倒す心が、分かっていても戦おう、未来の光のために。ジャギーが出てきてるよ、まあ、チャンスなんですよね多分ね、まだ2割ないような演出だったはずだけど、おー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 おお、赤が出てきてますけど、ロゴが起きてきてますけど、チャンスを迎えてますよね。なんかチャンスを迎えてますよね、これはね、完全にぬるい私の対応が、え、サイトセブンカップへのあれがまだぬるかったのかな。あ、でも2回目ですよ、これ大チャンスじゃないですか。まあ、3年行ってこれだって残りますもんね、奥さんハメ子噛みつけるかもしれません、まだ、あ残るんじゃないか、その3連のところで何か出るか、でも赤2回なんでチャンス、赤ホリーここでね、はいはい、何が出る、あ、金、いいよ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 、覚醒、はい、金ホリウム欲しいとこだけどな、いやーユリア、はい、どうしようどうしようどうしよう、やっぱちょっとユリア初なんで、やっぱり運命の人で、で運命の人、まあ、この時点で40分ですね、ユリアエピソードを得てきた時点で、
で、テロップ普通か。タイトルは普通だね。あーどうかな、頼む、噛みつくチャンスください、チャンスくれ、もーんとお願い。いやー、でもこれ初代だったら復活が多いリーチだったよ。そんなことないの？ないんだ。いやー厳しい今日。パチンコが厳しい。なんか結構熱いの外してる感じする。でもここで心が折れるとダメなんですよねきっと。さて一方、ここでさらに畳みかけていきたいゼットンは。パッカ当たりました。しかも走る。ここでブルールとは思わなかった。すごいな。ゴール、まあ、だいたい1750個でしょうね、1750個の仕込みで180回回りましたね。はい、いやしょぼいっすね本当に。さあ、7ラウンド2発で3連チャン。ただまあさっきの最高値よりは300個400個増えたのかな。8977とかだったんですけど9000発超えましたね。いや一気に万発超えろよって話なんだけどね。まあいいっす。残りね1時間です。泣いても笑っても、でもまあ私なりに一生懸命ね打ってるところなんで、一撃はなんとかなんとかこの1時間決めたいと思います。でもね、こういうところでドラマが起こるのがサイトセブンカップですから。よし。さてそんな中、時短後31回転でまたまた確変大当たりをゲットしていたゼットンは。残念。はい、4連チャンですね。今回は4連チャンで、1回しか16はなかったんですけど、まあ初当たりが早かったんで130回とかで、131回か、これは結構伸びましたね。これでまあ最悪、サダマートマーク出玉万発オーバーですね今日。1261、はい、あら、あーすげえありがたいんだけど106回転なんですよ、へそなんですよ。まあでも当たりは一緒か。そうですね、当たりは結局16の可能性はないですけど、当たりは確変 ST なんで。あるそんな行幸がありますか。っていうかあれあれ、おい、さすがにそんな甘かないか。はい、しょうがない、しょうがない、しょうがない。まあまあ当たってほしかったけど、まあまあしょうがないですよね、一回当たっちゃってるしね。さあいよいよ残り30分となりました。なんとか大当たりをゲットし逆転勝利に望みをつなげたいジマーですが、お前の命は、お前の命はどうなの。オーラボタン今日初めて見た気がしますよ。ああ割れた、初めて見たよ今日、初めて出てきてくれた。長いですね、長いです。あとはじゃあ保留さんとかも変わっていただきまして、まあ、覚醒するのは間違いなさそうなんで、私に大当たりをください。残り30分です、お願いします。本当真剣ゾーン、あー来ない。あでもこれどこに対応してるんだろう、これリーチに残りそう、もしかして。残りそうだよね、うん、ここは弱いけど、あ残らないのかな、このまま覚醒の方に行っちゃうか、うん、そうだよね。やっぱ覚醒対応か、
赤だね。しかもうわ金が良かったな。ユーリア、ユリア、ユリア、カホリュウ、ここが金だったらな。ちょっとね足りないですね。究極無双がないと無理で、赤タイトルもない。今日一回も出てきてない究極無双ないと無理です。赤まで行ってくれんだ。今日赤まで行ったの初めてだけどね。おお。マジか、当たってくれ。今日初の究極無双 70% です。でもここまでの展開はそこまでは強くない。頼むよ、一撃だけでも決めさせてくれ。エイリアン、そのねテンション忘れないで。あ、ゲージ、うー、世知辛い、世の中が世知辛いよ、世知辛いよ、本当にもう疲れた。やっぱ人生大変ですよね。人生とパチンコって難しいなって。タイムズアップ。はい、本当にね、悲願でして、このサイトセブンカップで優勝することがなんて本当に悔しいんですけど、ただ完封なきまでのボコボコということで、すがしさがしさもあります。なんでね、いつかね奥さん超えられるように、サイトセブンカップの頂点に立てるように、私また精進したいと思います。今日は普通にアハメコでした。皆様すいませんでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。大事な決勝の舞台で千ハメコの本領を発揮してしまった自慢、わずか3ゴールに終わり、きっちり5万円を使い切ってしまいました。悲願の初優勝は再びお預けです。はい、ファイナルバトル終了ということで。大木さん当たりません。スクワットしたの？したんですよ。スクワットしたし、オレンジジュースも飲んだし、スクワットしたし、お色も飲んだんですけど当たらないし、やっぱりビジネスハメコじゃありませんでした。お疲れ様でした。無双に移動して見せ場あったんですか？はいはい、いや、なんか究極無双とかありましたよ。運命の人とか ね、エピソードのなんかあったような気もするんですけど、なんかちょっと気が遠くなってて、ちょっと記憶がちょっと曖昧です。はい、ちょっとだけ言っちゃうと、女性に弱いっておっしゃってくださってたじゃないですか。でもか弱い女性を3人も投げ倒して、ちょっと待って、きなこ、平沢、島、はい、どこにか弱いのがいいの？いや、みんなか弱いじゃないですか。どう思われますか皆さん。ちょっとジャラに電話してもいい案件ですもんね。嘘を紛らわしい。まあまあでも、まあ、はい、勝負は時の運だから本当に。明日やってるよ本当に。はい、あなたは勝った可能性も全然あるんだから。そうですね。そうそうそう。もう一回ちょっと腕を磨き直して、もう一回、はい、準決勝まで来て、あ、決勝まで来てるから準決勝だから、はい、多分次も出れると思うんで。しかも失格じゃないらしいんですよ。やった。別に失格はいいじゃん。そこにこだわる必要ねえと思うけど。そうなんですか。だったら当てろやって話。当てたかったな。だから次もしまた出て窮地に追い込まれたら、スクワットの角度を深くね。角度を深く。ちょっと角度足んなかったです。そうそう。ふざけんなよ。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。初戦できなこ、準決勝で平沢由紀を下したゼットン大木が、決勝でジマー K を破り8大会ぶりの優勝に輝きました。ご存知、初代永世チャンピオン、圧倒的強さを誇りながら唯一女性に弱いというウィークポイントがありましたが、今大会でついに弱点を克服、自身が持つ歴代最多優勝記録を更新する7度目の栄冠をつかみ取りました。おめでとう、サイトセブンカップセブンタイムズチャンピオン、セットン大木。人気テレビ番組が YouTube で見れる。
充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、逆転着。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV。